thought about you. Don't know why I keep on doing what I'm told to do. You know, don't cut out me. I didn't. I didn't notice.私のお気に入りのインド料理屋さん、インディアンゲート。インディア、インディア、ユキカさん、どうぞ。普通飲むベージュ。なんでしたりで？いや。キャンベロ。マサラチャイ。Yes。マサラチャイ。うん。ちょっと。Excuse me。あ、Yes。直前にいただいちゃいますか。いただきたい。ああ、そうですか。美味しい。クローブがすごい効いてる。美味しい。味がね、全然違う。この間、ペナンで飲んだのとは全然味が違う。同じマサラチャイなの。これバターチキンカレーなの？うん、そう書いてあったよ。めっちゃ赤い。美味しい。クリーミー、すっごいクリーミーで辛くない。あー、ちょっと辛いけど、あ、ちょっと後からすごい辛いね。うん、でも美味しい。ナッツの味がする、すごい。これ野菜と混ぜて食べんじゃない？周りの。あ、この周りの。うん、あ、うまい。チャイどうですか？チャイは美味しい。チャイめっちゃ美味しい。マレーシア1位。あー、でもこの間、あー、まだナンバーワンは決めたくない。また違う良さがある、うん。周りの野菜たちもね、何が何だか分からんけど、うん、美味しい。うん、
ちまこれめっちゃ辛い。どれ？これ。あ、それ辛いソースなのかな。これは。この唐揚げみたいに食べてみよう。唐揚げは唐揚げなのかな。うん、うん、カリフラワーだ。カリフラワーすげえヘルシー。これカリフラワーらしい。おいしい。カリフラワー。隣のお米はビリヤニみたいな。米かビリヤニみたいな見た目してる。なんか香りがついてる。うん、ニンニク？ニンニクライス。ニンニクライス。ニンニクライス。ガーリックライスらしい。これは？何これ？甘い。甘い。甘いものもあるね。フルーツのペーストみたい。甘い。これ。あ、ヨーグルト。やっぱなんか少量しか入ってないからちょっと怖いよ。なんだろう、辛そう。あ、酸っぱい。酸っぱい。電流風のな、やっぱ高級店だね。初めて食べた。へえ。すっごい小麦の味がする。いいね。うん、美味しい。これ初めて見る。動作みたいな感じ？違うか、動作はもうちょっとなんかなんか薄くてパリパリな。でもそういうのインド料理店であるよね。なんだろう、しょっぱいんじゃない？多分塩っぽい味するんですけど、うん、分からん。昨日食べたあのなんだっけ、ドンタコスみたいなやつ。あはいはいはい。カリッと感はタコスに似てるけど味は 何なんだろうって。塩だよね、やっぱ味が分かんない。これ私食べながら美味しいカレーの作り方見つけた。まずこのカレールーと、うん、この甘いペーストを混ぜる。でこのヨーグルトソースをかけたら甘党の私にちょうどいい甘いカレーができる、うん、うん、すごい美味しい。フルーティーなカレーが出来上がる。これはやっぱ自分好みのカレーを作るセットだね。そして北のインドはそういうことなの、うん、このカレーは、まあ俺はそこまで辛くない。これとこっちの辛いのちょっと混ぜて食べるととっても美味しい。そんなに辛くないの？辛くない。わー、このカリフラワーのが見た目に反してそんなになんかスパイシーっていう味でもない、うん、結構カリカリに揚げたてでこれもすごく美味しい。美味しい。日本で食べるチキンカレーとは全然味が違う。とっても辛いんだけど、とっても辛いんだけどミルキーで、ミルキーでナッチー、ナッティーなのか違うのかもね。ミルキー&ナッティー。あとあ、こんなに赤くないもんね。もっと茶色いよ、ね、確かにそうだね。黄土色みたいな色。結構赤めだよね。どことか言いながら無印のバターチキンカレーしか食べたことないんだけどね。とってもとってもお腹いっぱいです。美味しかったね。うん。 Thank you so much for your visit again. Thank you.